それでは今日の打のヒーロー足立良一選手にお越しいただきました。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。はい、今季8号目のホームランということだったんですが、打った瞬間はホームランだと確信されましたか？いや、確信はしてないですね。まあ、ちょっと低かったんで、まあ、どうかなと思って走ってました。それでも昨年の5本という、数をすでに大きく超えているわけですが、まだまだこの数字を、超えてくれると私たちは期待してもいいでしょうか？いや、自分は本当にホームラン打つバッターじゃないんで、後ろにつなぐバッターなんで、まあ、ホームランというよりも出塁率であったり、まあ、ギターであったり、そういうのを伸ばしていきたいですね。じゃあ今日あのホームランだと気づいた時はびっくりされたんでしょうか？そうですね、常にびっくりします、ホームランとか。そして試合以外のお話もお伺いしたいんですが、あの足立選手は群馬県出身ということで、グローブにもあの群馬ちゃんの刺繍が入っているとお伺いしたんですけれども、はい、あの群馬に行ったらぜひ食べてほしいとか足を運んでほしいなっていう、なんかそんな場所ってあります？場所ですか？場所、でも有名なガトフェスタ原田のラスク。ラスク、はい、あそこの本店は結構なんか城みたいで、綺麗な外見が、はいはい、甘いものはお好きなんですか？そうかそうかさあ、地元愛を強く持てらせる足立選手なんですけれども、はい、あのチームはこれで51勝目で現在も首位をキープしています。あの今後の意気込みメッセージを最後にお願いします。はい、まだまだ試合は続きますが、まあ、一戦一戦勝っていって、まあ、最後に笑えるように頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のダーのヒーロー足立良一選手でした。